という娯楽一切しなかったですその時は。趣味も何も持ってなかったし、服もお金かけてないし、何もかけなかったんです。この先から勤めて出店するっていうこのサークって正直僕は震えました。これはもう全世代の人は絶対読みたくなると思う。世界の美容師自体は何やのって思った。まあ、日本一には何回かなったんですよ。世界大会も何回か行ったし、で世界の7位までになってみたけど、このまま1位になったら何か変わるのかなって言ったら、あれあんまり変われへん可能性あると思って。もうそろそろ人入れようかなって感じなんですけど、いけそうですか。いけそうです。じゃあ皆さん今日は1日よろしくお願いします。もうちょっと経ちます。もうちょっとだけね。わかりました。よし。いよいよですね。そう。本当にね。いや楽しみです。ね。すごいメンバーがいやもう多分見たことある人結構いてるんじゃない。いやめちゃくちゃいます。一括。一括。見たことないやつ来てる。こんにちは。あ、その花もいただいて。ええとんでもない。すみません、お待たせします。もうちょっとだけ待ちくださいね。全然ありがとうございます。はい。ちょっとまたちゃんとしてるかも。さあ、ほなみんな呼びますよ。聞きますよ。どうぞ。めちゃくちゃいいっすね。ありがとうね。すげえ。いいよ、バイト来てくれて。いやー、行きたい。おかげさまで、クロさんのおかげで、男性ストレートすごい来ていただいて。来てる、はい、よかった。ありがとうございます。カフォにしてる。本当は5月にオープンって言ったのは、ずれてずれて今。あ、そうなんですね。じゃあ、クロさん、おめでとうございます。アンダーセブンが全面的にバックアップします。食べてる間は喋らない、喋りたなったらマスクする。いいですか、こんなご時世なんでね。ほんま、すいません。すいません、そしたら大変お待たせしてます。シャーデッサン東京、いよいよ9月10日に皆様の、おかげさまでオープンさせていただきます。すいません、高いところから。すいません。はい、なるべく低く行きます。本当に、たくさんの方に支えられて今があるなっていつも思ってます。本当に、皆さんのお役に立てることだったら何でも喜んでしたいなと思ってるんで、何かもし本当にお役に立てることあればいつも言ってほしいなと思います。女の子を口説くのに、店を教えてとかそんなのも結構得意なんで、はい。これはちょっと滑ってるかな。モチブダーテリーヌとポルチーニとボロネーゼの甘みや感じで飲んでるものがあります。イタチーロロースト中トロとイクラのタルタル。中トロ、タルタル。クロキさんが釣ってきた中トロではないですか。ではないですね。湯気、ほら、すごいっすね。クロキさんとの出会い、食べに来てですかね。お店に来て、今もう人間的にハートがあっちゃって、リスペクト、リスペクト。もともと大阪で3店舗やって、ほんでこのタイミングでまたお声がけして、大変な時期もあったのは知ってるんですけれど、こんなになんかすごくいろんな病師さんをハッピーできるところまで進んでくれたのは本当に嬉しい限りで、今日ここに来れること本当楽しみにしてました。いい美容の世界をみんなで作っていけたらなって今日思えたので、本当に嬉しいです。本当に今日はおめでとうございます。ありがとうございます。ありがとう。今日はあ、もちろんこそありがとうございます。本当お誘いいただいて。美容業界の格闘技界の2大スター、4年配中のスーパークリエイターです。ボクシングね、プロボクシング、マジっすか。アマチュアです。あ、アマチュアのキックボクシング。すごいっすね。とてもないです。最近はあまり倒せない。全然倒せないです。調子がすいません、ストレートに言ってしまう。
上書房さん、お疲れ様です。書籍生き抜くトゥードゥで大変お世話になって、今も連載やらせてもらって、また来年に書籍出させてもらうんで、みんなで業界盛り上げましょう。連載もぜひ見てください。シチュエーションが初めての状況だったんで、困惑しながら撮りましたけど、結果なんかやっぱり今までやったことないやつ撮ったんで、作るだけで自分たちも成長できて楽しかった。とにかく楽しかった。でもなんか黒木さん、あのカメラを向けるとめっちゃなんか表情が変わってすごい感じだね。黒木さんおめでとうございます。住吉です。スイートもなんです。最高だ。ちょっと3冊選んできたんですよ。とりあえずこの色合いが結構黒木さんの作る作品に近いものがいっぱいあるんで、これ4巻まであるんですけど、1が一番あの力入ってる。あそこか。うわぁかわいいよね。超いい。まっすぐ人の髪ブリーチしたくなりました。でもう1冊はちょっと普通のファッション本です。へぇ、これアフリカの車両通族の、まあ、写真集。な最後はこれ僕も欲しい、僕も欲しかったんですけど、世界一美しい犬の図鑑、これめっちゃいいんですよ、超癒されそう。これはもう全世代の人は絶対読みたくなると思う、こればっかりは。会いに行かなきゃっていう気持ちになりますよね。なんか業界ってこう繋がってるなって最近すごい思います。もし皆さんがこういうことがあれば全力でやらせていただきますし、僕も本当にちょっとしんどいなと思ったら全員から1000万ずつぐらい買ったりしようかなと思ってるんで、あの皆さんちょっと預金ちょっと忘れてくださいね。まもなく僕も詐欺しに来ますから。ミラミです。僕たちは世界を美しく変えるためにやってます。今日店内見させてもらってちょっと思ったこと。はい。どれ。はい。はい。質問ですか。あ、大丈夫です。わかりました。大阪から東京に出店するっていうこのハートって正直僕は震えました。しかも来たらど真ん中、ほんの天井の高さ、勝負に出たな。今も現役で300万毎月上げてて、スタッフも200万くらいは何もいないのに、自分美容師辞めるの意味ないのに、辞めてまでメーカーをやろうって決めたのはみんなのためやな。ありがとうございます。僕たちが求めてる美容業界というのはもっと高みがあって、技術っていうのはもっと今進化してるのに、いろんな意味で進化しきれてない部分もこの機会で全部変えてみよう。はい。で、言う人がいない限り変わらないもん。変えましょう。だから変えよう。この空間を見てそう思う。もうありがたいですね。やっぱりもう後には引けないっていう気になりますよね。こんだけなんか多くなったんで、期待してもらってんねんなと思ったら、業界を変えるってずっと言い続けてることを、こんだけの人がこう真剣に捉えてくれてるなと思って、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。なんか一括が来たね。何と言ってください。今 0.5 秒ありがとうございました。本当今日はあの濃い人たちばっかりで、本当にもうこれから先がちょっとあの思いやられます。お疲れ様でした。ありがとう。今日一日行きましょう。いや最高でしょ。こんだけの人たちが来てくれたらもうやるしかないですね。自分のためにっていう生き方はできないですね。あ、今日むちゃむちゃ刺激的でしたね。なんか自分たちと違う育ち方っていうのかな、してる人たちと一緒に話するとすごい刺激的でね。昔先輩たちに言われたけど、若い人と話するのが刺激的やなって言ってはったのが、なんか今最近よく分かるようになりましたね。そうですね。伊藤君と大敵君と流星君と、はい、なんかみんな僕より一回り以上若い方々と、僕だけオーバーエイジ枠かなとか思って。すいません。
はい、そうです。空いてるタイミングにもうひたすら僕近所中の店回って営業するんで、こうやってお客さんとんねんでってのを見せたい好きになり、まあ、あの界隈全部見に行って、それこそギャルソンとかも僕服たまに買いに行くんで、行ってあもう顔覚えられてるんで、あ大口さんですお店僕のとこ今時間あります、ちょっと行きます一緒にと、やりますよ。営業力ですほんまに。大阪でもそうやってやってきたんですか。やりました。ご飯行ったら絶対全員声かけて帰ろうって決めてやってたし、でもお金そんなないから長居できひんから、お酒2杯でどんだけの人声かけるかっつって、じっくり飲んで2杯目とかもうほんと減らないみたいな、やのにあの10杯ぐらい飲んだ雰囲気出して帰るっていうで費用対効果考えて、この店に1200円払うんやから、せめて1人は絶対持ってからなあかん、誰にしようこの子やっつって、若干僕は見てる多分視点が違ってて、この人にお客さん任せられるかって言った時にちょっと嫌やなって人を外していきたいんですよ。見た目うまいけど根元の方見たら毛半分ぐらいないよねとかはやっぱりちょっとしんどいなって、ハイトーンブームでみんなハイトーンにするのはいいけど、その後どうするのってなるでしょ。ハイトブームでみんなハイトにして切れ毛だらけで毛なくなって根元これぐらいの毛ピンピン立ってるよって人、ついじゃあ デザインどうすんのって、もしこの人が今から結婚式やるって言ってヘアセットしてくれっつってアップにした時に、そんなんもう見えちゃうじゃんここにって、でこれ一生残る写真でしょって思ったらさ、ちょっとどうなのってもしかしたら言われるかもしれないでしょ。だからそうならん美容師さんたちを増やしていかないといけないから、だから本当にあの細かい仕事をするしかないのかなって。リタッチでもピタッと1センチのリタッチ1センチで止められるようにしないといけないなって。あでも一人で塗ったらさ、特に1時間半とかかかるわけよね。でもこれをやらないといけない、1時間半かかるから、特にねポーチタイムってやっぱり90分100分200分下手したら取らなあかんから、お金もらわなあかんっていうまでのストーリーを僕はヘアキャンプで出してんですよ。どうこれが成立するにするかって、時間かかります、大変なんです、だからお金くださいねって言ったらいいんですよねっていうのをカウンセリングの会でやっております。ぜひ皆さんはヘアキャンプ新規即ロイヤルカスタマー化の説明かな見てください。なんかずっとこう自分の夢何ですかって聞かれたら、僕は世界一の美容師になりますってずっと言ってきてて、世界一の美容師自体は何やのって思った。まあ、日本一には何回かなったんですよ。世界大会も何回か行ったし、で世界7位までになってみたけど、このまま1位になったら何か変わるのかなって言ったら、あれあんまり変われへん可能性あると思って、世界で一番こう人に影響を与えた人になる方がいいなと思って、じゃあいろんな人を豊かにしていく人の方がいいのかな。でもそう思ったらいつなんだろう、世界を美しく変えるって言い出したのはいつだったかしら、あんま覚えてないですね。すっごい周りも認識しやすい、分かりやすいワードですね。それが自分の行動の指標になるから、自分がやろうとしてることは世界にとっていいんだろうか、人のためになるんだろうかっていうのを考えるようになるから、ある意味こう悪いことをしてはいけないぞっていう、人のためにならないことをしてはいけない、人を裏切ってはいけない、だからそういう歯止めになりますよね。本当去年ちょっと穏やかに生きようかなと思ったタイミングがあったんですけど、でも世界一の美容師になろう、世界をきれいに変える人になろうっていうのが自分の生き方やって思った時に、じゃあ東京にも店出そうって決めたんですよ。東京店出して東京で一番になって日本一になって世界一になって世界を変えようってって思いましたね。穏やかに生きようと思ってた時っていう何を考えていらっしゃったんですか。やっぱ一番は家族ですね。家族20年間ほったらかして生きてきて、そろそろこう下の子に行くほどやっぱり時間かけれたから、長女よりは次女の方が自分についてくるっていうのも分かってるし、その分長女に申し訳ないなって気持ちもすごいあるし、ただ自分の子供たちに今まで時間をかけなかったことがすごい申し訳ないなって思って、最近結構出張行くのに家族連れて行くんですよ。出張行ってじゃあギャランティー50万ですってギャラ50万もらって、家族の交通費と宿泊費と飲食費出して、あれ今回70万ぐらいかかってんなみたいな結構あるよ、稼いだ分以上使ってんなみたいな。で家族にはこう旅行ついてたよなとかって言ったら、えあれ出張に付き合わされたんじゃないのみたいなちょっと待ってってあれ認識違うくないみたいなずっとそろそろ嫁と出会う前からチャリティー言うてやってきたんですよ。貧乏な時からチャリティーカットやって2、30万集めて募金してってやってたけど、 もちろん自分は貧乏ですし、まあ、できる限り自分も金募金しようってやってきたんですけど、でも嫁に言われたのは、その自分の周りの人幸せじゃないよって、その自分の近い人が幸せじゃないってすごい言われて、
自分にも体力ないし、自分の周り近くの人も幸せじゃないのに、その外のことばっか考えてるけど、多分誰も気づかないよ、そんなことって。僕が募金した人のこと、もう僕のことなんて絶対知らないし、意外となんか人も言ってないよね、みたいなこと言われて、近くの人が幸せにしたら勝手に広がるよ、そんなもんは、みたいなこと言われたんですよ。それからですね、ほんまにまず近くの人を一回幸せにしていって、広げていこうと思ったんです。間違ってたんですね。娯楽という娯楽一切してなかったですし、その時は趣味も何も持ってなかったし、服もお金かけてないし、何もかけなかった、まあお金もないってもありましたけど、漫画は一切読まない、テレビも見ない、気持ち悪かったんじゃないですかね。要はそんな時の俺と出会って、俺と付き合ってんなと思いますけど、嫁には人間味がなかったって言われてましたね。洋服も黒しか着ない、本当に何もなかったですね。仕事以外しない、仕事以外してはいけないって思ってたんで、365日休まないで仕事だけしてます。あとね、野望ね、はい、むっちゃあるんですよ。まあ、僕世界を美しく変えるってずっと言ってるじゃないですか、はい、それにどうしたらたどり着くんかなってずっと考えてるんですよ。もちろんエンドユーザーをきれいにしてってのは当然やってるんですけど、それじゃ間に合わないんですよ、自分が来てる間に。だから今技術を、もちろんね、ヘアキャンプさんにも力借りて伝播しまくってるんですよね、はい、自分たちが伝えた方がつい伝えられるような伝播の仕方をしてるんですよ。だから自分が伝えた人には、僕が伝えたんだから、あなたは責任を持って人に伝えてくださいってのをずっと言い続けて、だからそうやってくれてる人が今多分ちょっと増えてきてるのかなって思うんですけど、はい、その代わり出し惜しみをしないから、ちゃんと最後まできっちり聞いてくださいねって。だからすごい僕セミナー始める時にものすごい重たい話が入るんですよ、はい、皆さんは来ちゃったから僕が言ってること全部伝えていただかな困りますっつって本当に極端ですけど、それをしてくれないんだったら帰ってください。ペイフォワードっていう映画がすごい好きで、誰かに親切にされたら3人の人に必ず親切にしてください。で、親切にする人はその人にそのことを伝えましょう。なんでこんなことをしてくれるんですかって言われたら、私は時ある人に親切にされたことがある。で、その人が僕に返さなくていいから、自分以外の人誰かに3人にそれを返してくださいって、その人のために何かをしてくださいって言われました。だからやってます。じゃあその3人の人は次他の3人の人にそれを伝えていくという、まあ、そんな映画なんですよ。素敵な連鎖に。そうです。そしたら最終的にハッピーがみんなに届くっていう。しかも僕のイメージは自分の 目が黒いうちに間に合うなと思うんです。すげえ好きの高い美容師さんを3人育てる、はい、じゃあその3人が3人を育ててくれるってしていけば、多分思ってるより早く進むなって思ってるんですよ、はい。この時代の美容師さんたちがやったことが未来に残ってほしいなと思うんですよ。だから今で言うと、トカジ君とか僕とか岩谷君、モイモスさん、マイさんとかおられて、こういう人たちが生きてる間にこの世代の人たちとしか出会えないでしょ。今しかないんですよ。僕の方が年いってますけど、まあ、ちょっと世代が近くって同じ言語で会話ができるっていうのって多分ね、20歳離れてたらもう多分難しいですよね。でしたらもうこの世代のこの時代の人としか僕らは生きられないんで、100年経って200年経ってもっと生きたら、例えば1000年経った時に日本の美容界を変えたって言われるビダリソスみたいになれるんじゃないかなって思ってて、だそんなのが野望なんで生き急いでるんですよ。でもやっぱりみんな誰かのために生きたいんじゃないですか。自分のために生きよう思ったらそんなに楽しいこともないし、喜びも少ないし、一人の人がおかげさまで僕今楽しく生きてますって言ってくれたらええなって、それはみんなが影響を与えてくれる人になれば最高じゃないですか、はい。そのためには自分が強くないといけないから、どう強く生きようってことをやっぱ考えてきたし、今うちもまあ新規出店東京に出すんですけど、それでも勝ち残れる、生きていけるっていう方法をやっぱりイメージして動いているんですよね。それは何のためかって言ったら、もし困った人がいた時に自分が手を貸してあげられる体力ないといけないから、そのためだと思うんですよ。何があっても大丈夫だよってやっぱりみんなに言ってあげられるようにしてたいなって思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ビデオやった。写真やった。ありがとうございました。
ありがとうございました。お疲れ様です。また。お疲れ様です。ありがとうございます。